こんばんは。ちょっとこれ捨てさせてください。これあんまりちょっと良くないんで。下履いてないって怒ってる人。パンツ可愛いだって。パンツ見えてる？パンツ可愛いって言われた。パンツ見えてるん？じゃあ何色か分かるん？じゃあパンツ見えてるんでしょ？じゃあ何色？靴下可愛いですね。だってだから靴下何色じゃん？黄色じゃない。今日見たけど紫色の下着のセットだった。だって何言ってるん？お家ではラ族？うん、そうですよ。そりゃ最近ハマってます。だって嬉しい。なんでいつも下ネタ言ってるんですかって。言ってないしね怒ってる人。言ってないよ。ちなみにそれは訂正しときたい。でもひなこちゃんグラビアするなら今がいいって。今、グラビアしたらみんな見てくれるの？需要あるの？保健室にいてほしい。だって保健室にいてみたい。保健室でなんかいろんなことしたいよね。面白そうじゃない？カチンコチンって10回でカチンコ。あやばい。待って、なんか間違えた。待って、間違えた普通に。そんなダイレクトに書く人いる？その言葉。毎日楽しそう。でも夜は寝れなさそう。だって。夜寝れないよ。いいの？夜眠れないよ。私と多分私は彼女だったら夜眠れないと思う。みんな夜は寝かせて。だって。いやなんかね、多分マジで多分私が寝不足にされそうだって。いや本当にそうなんよ。多分私が寝れないから寝させない。だからそれまでちゃんと遊んでほしい。意味深すぎて死ぬ。何で？変なこと言ってないよね。ちなみに変なこと言ってなくない？変なこと言ってなくないか？言ってなくないか？コメント欄草だって。本当だよね。ひなこの配信はいつも荒れてるから。そうね、私の配信はいつも荒れてる。本当だよね。中学の時部活やってた。だってやってたよ、卓球。でもやめたけどね、中2とかで。卓球はね、でもあれはできなかった。なんかスプラッシュみたいな。スプラッシュ、あ、スマッシュ。スマッシュ知らない。卓球ね、スマッシュできない。むっつりが隠しきれてないんですよ。むっつりじゃないしね、別に。むっつりではないよ。むっつりって何？なんか裏でなんかちょっとそういうの好きみたいなってこと？むっつりじゃなくてオープンよね。そう、むっつりじゃない。オープンしてます、私は。むっつりの方が可愛いかもしんないけど、私はね、そう、可愛くないからオープンしちゃってる。犬の名前は、にゃんです。にゃんちゃん。犬なのににゃんで、にゃんっておかしいでしょ。でもね、いろんな名前で呼んでるの、私の家族は。なんかほんとすごいよ。全然違う。なんかチョコとかさ、呼んじゃうの。チンタとか。チンタに関しては本当に意味がわからない。どうやってチンタって出てくるの？にゃんちゃんとか、にゃんちゃんとか、あと何？チョコとか、チンとか、チンタとか、チンちゃんとか。いや本当なの。何が別に悪くないじゃん。チンはね、チン、これ反応しちゃうのよ。もうすごいね、やっぱり。待って、別に変なこと言ってないよね、私。ちなみにだけど変なこと言ってないよね、私。